長岡現代美術館は、新潟県長岡市にあった施設美術館。1964年に開館し、日本で初めて官名に現代美術を用いた美術館である。1979年に閉館し、現在は長岡商工会議所美術文化ホールとなっている。東京画廊主の山本隆江戸時代の長岡は、越後長岡藩の城下町として、 茶道、文人画などの趣味に長けた人材が多く、加賀藩の金沢と並んで、北陸の文化的中ごっこちだった。明治期以後には、日本美術院で活躍した日本画家の下村勘山を招いて制作を行わせたこともあった。長岡出身の芸術家としては、明治期に不動者を設立した洋画家の小山翔太郎、大正期に太平洋画会結成に参加した。 高村正夫などが挙げられる。国立国際美術館長で美術評論家の本間、正義は長岡出身である。1940年代末には日本美術会が日本初の現代美術展である日本アンデパンラン展を開催し、1951年には日本初の近代美術館である神奈川県立近代美術館が開館。1952年には東京に 国立近代美術館が開館し、1954年には現代日本美術展が創設された。長岡現代美術館が開館した1964年には芸術生活の市場で高品修士や東野義明によるポップアート論争が起こり、美術手帳の市場で宮川厚志や東野による反芸術論争が起こっている。 太平洋戦争終戦後の1950年、新潟市出身の山本隆は、日本最初期の現代美術専門画廊、東京画廊を、東京、銀座に開業した。大高総合銀行社長で、当地在住の実業家、駒形重吉は、東京画廊が開業して、以来の顧客であり、東京画廊は、駒形の財力で成長し、駒形のコレクションは、 山本の目利きで成長した。駒形が集めた近現代美術作品をもとにして、1964年8月2日に駒形を館長とする施設美術館として長岡現代美術館が開館。開館披露には美術評論家の羽生一郎や今泉敦夫画家の岡本太郎、前田恒作、元長さ正らが国鉄上の駅発の急行、佐渡号で駆けつけた。 長岡現代美術館は日本で初めて完名に現代美術を用いた美術館であり、大高層五銀行が建設した文化会館が施設に使用された。公立の新潟県立近代美術館が開館するのは約30年後の1993年、同じく公立の新潟県立モズ島美術館が開館するのは約40年後の2003年であり、 長岡現代美術館は、新潟県初の本格的な美術館だった。開館時には日本を代表する現代美術家、斉藤義重のレリーフ、大地、上皇が、建物の正面右側に設置され、2階ロビーには、前田恒作の壁画が設置された。開館時の1階展示室常設展示作品は33点であり、パブロ・ピカソ、フェルナン・レジェ、ワシリー、 カンディスキー、ボルス、フリーデンスライヒ、フンデルトバッサー、ジュゼッペ・カポグロシ、田尻新吉、岡本太郎、前田恒作、元長貞正、川端みのる、高間宗七、桂幸氏、小野里敏信、白河和夫、田中達子などの作品であった。三回展示室には、近代洋画が集められ、浅井正、青木茂、岸田流生、一万鉄五郎、 前田漢字、佐伯雄造、小出奈良重、梅原龍三郎、安井宗太郎、鳥海誠二、海辺原木之助、脇田は、伊藤園和三郎、横山三竿、加山又蔵などの作品が開館時に陳列された。長岡玄美が建設構想を刺激した横浜美術館1964年の開館とともに、長岡現代美術館賞が創設され、 これを機に現代美術作品も数多く収集されている。3年後の1967年時点でも現代美術を扱う展示施設は長岡現代美術館を除くと少なく具体美術協会による大阪市中野島の具体ピナコテカと岡山県倉敷市の大原美術館新館の一部のみだった。1969年7月から9月には ウンベルト・ボッチョウニとアンドリュー・ワイエスという全く性格の異なる二人の画家の二人展を行った。展示室の片方の壁にはボッチョウニの人物とテーブルを、もう片方の壁にはバイエスの白氷をかけ、展示室の白い壁面に立った二枚の絵画のみを展示するという奇抜な特別展だった。美術評論家の本間正義は美術館勤めでかなり長い展覧会屋としての 私のこれまでの経験の中でも、こんな例は見当たらないと語り、入場客を度外視した展示であるとした。日本初の現代美術館の開館は各地に反響を呼んだ。横浜市の明日方和夫市長は、横浜市立の現代美術館を建設する構想を示し、足利市や新潟市などで現代美術館会館の機運が高まり、 札幌市や山形市などの美術館建設の動きにも影響を与えた。足利市には1994年に足利市立美術館が開館したが、収集作品は近現代美術に限定していない。横浜市長の明日方が模索した美術館は1989年に横浜美術館として実現している。 長岡現代美術館賞は1968年まで毎年開催されたが、1969年からは休止となった。1978年には大広銀行の乱脈融資が表面化し、1979年には長岡現代美術館自体が閉館。大広コレクションの大部分は各地の美術館に売却された。1993年には、 新潟県美術博物館を前身として、長岡市宮崎町の先週が原ふるさとの森敷地内に新潟県立近代美術館が開館。この美術館は売却された大鼓コレクションのうち約半分を購入しており、開館記念展覧会、大鼓コレクション展では各地に散らばったコレクションの意義を再確認した。1994年には長岡市警察署に、 駒形十吉記念美術館が開館し、日本の近代美術を中心としたコレクションを有している。兵庫県立近代美術館を引き継いで2002年に開館した兵庫県立美術館では、2002年4月6日から6月23日に開館記念展覧会として美術館の夢を開催し、現代美術のコーナーでは長岡現代美術館のコレクションを紹介した。また、 同時期の2002年4月20日から6月9日には、新潟県立近代美術館で、長岡現代美術館紹介古展1964から1968が開催された。2013年には、横浜美術館で、個人コレクションを主題としたコレクション展が行われ、対抗コレクションが紹介された。横浜美術館は、対抗コレクションの内主にシュルレアリスム作品を、 購入しており、ポール・デルボーの階段、ジャン・フォートリエの無題、ジョージ・グロスのエドガー・アラン・ポーに捧ぐ、ワシリー・カンディンスキーの網の中の赤、ルネ・マグリットの青春の泉、ボルスの植物、グレアム・サザランドのヘッドなどが展示された。1968年に受賞した関根・ノブオの遺送スポンジ1964年の開館と同時に、 現代美術の発展を目的とした長岡現代美術館賞を創設した。国外の美術評論家を責任者として招聘し、さらに国内外から現代美術家を招待。国内外の審査員が公開審査を行い、受賞者には美術館の入館料が50円だった時代に副賞100万円が贈呈された。1968年まで5回行われた。 長岡現代美術館賞は若手現代美術作家の東流門と呼ばれ、毎日新聞社が主催した国際美術展と共に作家に大きな刺激を与えたとされている。1964年は日本人、作家。1965年は日本人、アメリカ人、作家。1966年は日本人、イタリア人、作家。1967年は 日本人、イギリス人、作家、1968年は、日本人、西ドイツ人作家が出品した。1964年の第1回展では、肘方定一、波竜一郎、中原祐介を審査員に招聘し、日本人、作家26人が招待されて、岡本慎次郎が受賞した、1965年の第2回展には、 ニューヨーク近代美術館のウィリアム・エス・リーバーマン、ハリセイ、中原を審査員に招聘し、アメリカ人、作家7人と日本人、作家8人が招待されたが、審査員の票が、不ィンマンと、コウ・マツジロウに割れたため受賞者なしとなった。1966年の第3回展には、ローマ大学のポネンテ、ハリセイ、中原を審査員に招聘し、イタリア人、 作家7人と日本人、作家8人が招待されて、エンリコ・カステラーニが受賞した。1967年の第4回展にはラインハルト、ハリセ中原を審査員に招聘している。斉藤義重による建物前のレリーフ前田、常作による2階ロビーの壁画物派に位置づけられた、関根信夫版画家の加納を密を、美術館を歩く東日本編では、 当館の常設展示物として、竜、正幸の、夜明け前や、菅井宮の作品などが紹介されており、近代日本の洋画の流れ点で、坂本半二郎や藤達虫、安井宗太郎や高松次郎の作品が展示された、ことが記されている。美術館を歩く東日本編によれば、国鉄長岡駅から徒歩5分の距離であり、美術館の展示スペースは268、 平方メートルだった。ニューヨーク近代美術館の館長が訪れて展示を絶賛したことがあるという。これら、対抗コレクションと呼ばれた近現代美術のコレクションは、質、量ともに日本有数であり、当時は日本最大の現代美術館だった。1977年時点では約500点を所蔵しており、大きく世界の現代絵画、日本の近代用画、 現代彫刻、現代版画に分かれていた。など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 、斉藤義重、川端みのる、前田恒作、元長貞政、小野里俊信、中西夏氏、荒川修作、小島信明、吉村増進などの中小会画。ありがとうございます。